CP シリーズは、ヤマハのステージピアノの型番、商品名である。CP-70B を演奏するキーンのティムライスオックス CP シリーズを音源方式で分類すると、CP-70 などの打限式、エレクトリックピアノの系統、CP-30 などのアナログ音源エレクトロニックピアノの系統、そして、現行機種である CP-300 などのデジタル、 音源電子ピアノの系統に大別される。それぞれの機種は、ステージ上での演奏及び、運搬、設置のしやすさを考慮した仕様となっている。CP-70 と CP-80 は、エレクトリックグランドと呼ばれ、CP シリーズを代表する機種となっている。グランドピアノと同様の打言機構を備えている CP-70、CP-80 の音色は、ローズピアノ。 ウーリッツァーピアノなどの電気ピアノと比べて、グランドピアノに近い。グランドピアノでは、打弦時の振動が、響き板によって増幅されるのに対し、CP-70、CP-80 では、打弦時の振動を、ピックアップで検出して、外部アンプで増幅するため、独特の個性が加わった音色になっている。その音色は、ポップス、ロック、ジャズ、フュージョンなどに馴染みやすく、 80年代の音楽シーンを象徴する音色の一つとなっている。このように CP-70、CP-80 CP は多方式の電気ピアノや電子発信式の電子ピアノと比較してグランドピアノの代用品としての高い完成度を持ち、かつ単なるグランドピアノの代用品にとどまらない存在感を示した。デラックス7をはじめとする FM 音源方式のシンセサイザーがステージ演奏で多用されていた1980年代中盤以降においても CP-70、CP-80 CP はステージ演奏で使用され続けた。しかし90年代以降は軽量で取り扱いに便利な PCM 音源方式の電子ピアノやシンセサイザーが普及したこともあり CP シリーズはステージピアノの主流から外れ 生産終了となった。現在、CP-70、CP-80 の音色はサンプリングされて、多くの PCM 音源方式の電子楽器に搭載されている。また、ヤマハによる生産、サポートが終了した現在においても、本物の CP-70、CP-80 が持つ質感にこだわりを持つアーティストによって、CP-70、 CP-80 がステージ演奏で使用されることがある。2009年現在、ステージ演奏で CP-70,CP-80 を使用している代表的なアーティストとして小林武史やティム・ライスオックスが挙げられる。CP シリーズには CP-70,CP-80 以外の系統として、 CP-30 などのアナログ音源方式の電子ピアノの系統が存在する。これらの機種は電子発信式の音源を備えているが、現在主流の PCM 音源方式ではなく、アナログシンセサイザーに近い音源方式である。この系統は1982年に発売された CP-7 を最後に、後継機種は FM 音源を採用した PF シリーズへ移行した。 1985年に発売された CP-80M、CP-70M、CP-60M CP 以降、CP の名を冠する機種は長らく発売されていなかったが、2006年にオーム音源を採用した CP300 と CP33 が発売された。2009年12月には新たなフラッグシップモデルとして CP1 が発売。 翌2010年には、その廉価版である CP5CP50 が発売。2013年10月にはその後継機種である CP4 ステージ CP40 ステージが発売。2015年に CP シリーズの新しいモデルとして、ラフイス CP が発表された。2019年1月16日に次世代、ステージピアノ CP88CP73 が発表された。 CP-70CP-30 ケースの、蓋を二分割して、スタンドにした状態の CP-30、ABCDE、ヤマハ CP の KFP7、ヤマハ CP の KFP6、AB、ヤマハ CP の KFP4、ABCDE、ヤマハ CP の KFP5、ヤマハ CP の KFP16、ヤマハ CP の KFP17、ヤマハ CP の KFP18。 ヤマハ CP の KF、P20 ヤマハ CP の KFP13 ヤマハ、CP300。2021年5月5日閲覧。ラフイス CP ヤマハ公式サイトハット https コロンスラッシュスラッシュ w w w i k e B e b e d i g i t a l c o m スラッシュ。P イコール1658ヤマハ公式サイト。ありがとうございます。